再会です。くー、じゃあ死なずに勝ちます。そうだな、水鉄砲の打ち合いで死なれたら困る。もっとサービスカット。ヘビショって感じだね。ヒバリたちも上手くなってきたなって思ってたけど、ヘビショも強いよ。そんな気持ちじゃ勝てないぞ。こういう時こそ、えい、ポシシフ神君だ。あ、ヤギオちゃん、今なんて言ったの？いや、だからボシシフ、やめて。不審君だ。おい、リョーナ、無口を狙うな。肝心な部分をうまく言えないだろ。危なかったが、ポジティブシンキングの勝利だな。ああ、ポジティブシンキングって言いたかったんだね。やっとわかったよ。一人でできたよ。飛ばします。もう二人とも仲直りしてよ。
ですわ。まったく。はあ、イカルガさんとカツネはずっとあんな調子だし、もうどうしたらいいんだろう。じゃーん、到着。ん、あなたたち誰？どこかで見たことが。いや、この世界ではお前たちとは会っていないはずだ。え、どういう意味？今はまだ知らなくていい。それよりもなんか困ってるみたい。え、まあ確かにそう。力にならせて。別の世界ではお世話になったから。別の世界？じゃなさそうだけど。ねえねえ、それじゃあ、っていうことがあって、本当は仲のいい2人が喧嘩してるの。なるほど、そういうことなら力になれそうだな。させてもらえるね。さっきから意味がわからないんだけど、別の世界とかお礼とか。いいからいいから、そのことは気にしないで。それよりもあの水鉄砲みたいなので戦おうよ。私たちと戦えば二人のことも解決するから。戦うってそこまで言うなら、じゃあお願いしよっかな。行くぜ。しないからな。本気の勝負だ。大事なのは力を一つにすることだよ。力を一つに。そうだ、お前たちが一番得意とすることだ。よっ。お姉さん大興奮よ。Okay.
行くよ。やかなり攻め込まれてます。なぜ容易に攻め込まれているのか、それを考えるのだ。みんな心がバラバラになってるよ。心がバラバラ。なるほど、そういうことですか。皆さん思い出しましょう、私たちが乗り越えてきた数々の激闘を。あの時私たちは心を一つにしていました。破れるとは。くそ。勝てました、イカルガさん。それでいいんだよ。また喧嘩しようぜ。よくわかったよ。ああ、そうだな。うん、イカルガさん、ありがとう。イカルガさん、もう泣くなって。皆さん、優しい言葉をありがとうございます。でも、なんだ。私はもういなくなるのです。半蔵学院を卒業。うん、すごく辛いけど私たちは負けないで頑張っていく。お前がいなくてもなんとかやっていく。だから心配するな。イカルガさんが卒業に集中できるように私たちも応援します。そういうのも。え？私は何も卒業試験や卒業後のことが心配で悩んでいた。私は皆さんと離れるのが、それが辛くて寂しくて。ミカルが。こんなの子供みたいですよね。3年生として恥ずかしいですよね。でも私はみんなと別れたくないのです。いつまでも一緒にいたいのです。イカルガさん、私だってイカルガさんと別れたくないよ。ヒバリもずっとこのままでいたいよ。俺だってこのまま時間が止まればいいと思うこともある。皆さん、イカルガ、それは反則だぞ。そんなこと言ったら、あたいだって。カツラギさん。揃いも揃って号泣か。まるでカエルの合唱だな。
私たちがこうやって一緒にいられるのは別世界。それは分かってる。でもこれでもうあいつらは大丈夫だ。泣き終える頃にはさらに強い。うん、そう思う。これでちゃんと恩返しができたね。これが当たりの実力だ。皆さん、準決勝が始まる前に言わせてください。はい、卒業は必ずやってまいります。ならば、ああ、そうだな。あたいも同じく。つまりは優勝するってことですね。となると考えなくちゃいけない。確かに、そろそろ決めておいてもいいかもね。ひばりはまだ考え中だな。こんにちは、半蔵の皆さん。次の相手はあなたたちなのですね。優勝したら欲しいものなんて考える必要はないって。だってアスカチンたちここで負けちゃうんだし。みのりたちはね、もう決めてあるんだ。優勝したら何が欲しいか。え、そうなの？何何？ほんとね、それがね。はいけませんって何度も約束したでしょう。我は新しい面が欲しい。あー、もう独りよがりな願い事は却下じゃ。下船もまだ完全には決まってないってことか。いいえ、そんなことはありません。ちょっと意思疎通がうまくいっていないだけです。それが決まってないということだろう。
ういう意見もあるとは思いますが、どちらにしても優勝しなければ意味のない議論です。この準決勝、何が何でも勝たせてもらいます。無理やりも、うん、そうだね。でもユミちゃんの気合はすごいよ。みんな油断しちゃダメだよ。行くぜ。レッツブラッシュ。いざ尋常。勝負。4、3、2、1。 ねえみんな、この戦いに勝ったら多数決で優勝商品を決めない？ひばりは何が欲しいかな。うさちゃんクッキー1年分とかかな。ならば俺も当然うさちゃんクッキー1年分だ。じゃああたいはおっぱいもみもみチケット3年分もみもみチケットって何ですか？それはあたいたちが優勝したらお前たちを3年間もう存分もみもみしてやるチケットのことだ。あなたたちを絶対に優勝させるわけにはいきません。しまった勝利だぜ。決勝進出おめでとう。ウィッチ、まさかここで敗退することになれたわこのままの勢いで優勝してやるぜ。優勝してもいいですが、もみもみチケットを優勝商品にするのだけはやめてください。大丈夫だよユミちゃん、そんな願いは私たちが阻止するから。うわっ、こんなもんだ。皆さん、優勝商品ですが、こんなのはどうですか？え、何ですか？教えてください。そうか、イカルが決めたか。おっぱいもみもみチケットに。そんなわけあるか。残念ながら葛城さん、そんなチケットではありません。旅行？卒業前にみんなで旅行に行きたいです。泊まりで。
みんなで旅行ですか。いいですね。ひばりも大賛成だよ。もちろんあやめさんも一緒ですよ。本当ですか。確かに旅行はいいな。温泉もあれば予売もあるしな。いや、予売はないぞ普通。あ、お兄さまからメールです。優勝商品だが、もっといいものがひらめいただそうです。で、今度は何だって言うんだ。俺に素敵な結婚相手を授けてくれと。なんでそんなもののために頑張らないといけないんだ。一応こう返信いたしました。申し訳ありませんが、私と仲間たちの旅行のために使わせてくださいと。もう返信がありました。わかった。友は大事にしろ。旅行なら、ちなみに俺はお腹を壊して修学旅行は病欠しただそうです。極めてどうでもいい情報だな。これがあたりの実力だ。アスカ、やはり決勝の相手はお前か。うん、そうみたいだね。こいつは願ったり叶ったりだ。半蔵に勝たずに優勝しても面白くないからな。私も同感だよ。いい試合にしようね。アスカ、覚えているか？私たちが初めて刃を交わした時のことを。もちろん忘れるわけがないよ。あの日から肝心なところでは必ずお前たちとの戦いになる。そうだね。お前との戦いは宿命みたいなものだ。だからこそ私はお前に勝たねばならん。
それがどんな対戦方法でもな。私だってホムラちゃんに負ける気はないよ。よかろう、いい勝負になりそうだ。ならば見ろ。はあ、うん、続きまして、あら不思議、四次元ビキニから大量のハトが。もやしを丸めて作ったこのもやしおにぎり、私5000個食べてみせますわ。うふん、あはん。はるかさん。ひばり、久しぶりね。でもちょっと今は話しかけないで。わしら YouTube の視聴者に向けていろいろアピールしとるんや。視聴者にアピール？なんでですか？いろいろと事情があるのよ。事情、簡単に言えば忍びの仕事を取るための営業活動ですね。へえ。っていうか誰よあんた。ああ、あやめと言います。その身なり、カツラギのパチモンやな。そんなコスプレじゃ再生回あ、あはあ。アピールはこのぐらいで十分だろう。なんだその脱力した顔は。やる気はあるのか。やる気は。もう誰が脱力させたのよ。優勝したら旅行に行くと。ええ、そのつもりです。旅行ですか。私だったら古の忍びの里巡りなどをしたいです。そこで民家をお借りして古の忍びたちに思いを馳せながらしっとりと過ごすのです。いいですね。素敵です。イカルダさん、その旅行私も一緒に。いえ、何でもありません。やるな。
難しい気もするわ。あら、恐ろしい子。なんで一緒無事になると思うか。見事優勝の栄冠を手にしたのは半蔵学院だ。エブリバディ、彼女たちに盛大な拍手を。みんな、試合には負けたけどチャンスだよ。今カメラは私たちの表情を捉えてるわ。くそー、と悔しがる姿からの、もやしおにぎりを2秒で丸飲み。最高だったぜ。イカルガさん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。それでヨミさん、旅行の件なんですが。え、私たちの旅行に一緒に参加しませんか。それは構いませんけれども、でも私はあなたとの思い出も持って卒業したいのです。だって忍び学生時代、穂村ちゃんっぽく言うなら友ですものね、私たちは。え、イカルガさん、ありがとうございます。旅行にはぜひ参加させてもらいますわ。何ですか、このまがまがしい気は。一体何が起きてるのですか。気をつけてください、何か来ます。これが当たりの実力だ。よくぞ聞いてくれた。これはユーたちのために用意したもみもみマシーンだ。あたいたちのために？どういうことですか、キリア先生。 No、 キリア先生なんて人ここにはいません。わかった、その話はいいから状況を説明してくれ。 OK、
ユーたちに最高の思い出を提供する夢のマシーン、それがこのプレゼント for you。 さあ楽しんで、プレゼント for you。 さあ楽しんでくれたまえ。楽しんでと言われましても、大道寺先輩まで捕まってます。我のことなら気にするな。おお、でもそうはいくかな。もみもみマシーンの超絶テクニックにかかれば、大道寺も一発で女の子の声を出しちゃうぜ。そんなことは。くそ、なんてごちそうなんだ。そんなことを言ってる場合ではありません。早く大道寺先輩を助けなければ。はい、それに最高の思い出をくれるって言うんだから。うん、そうだね。もみもみマシーンと心ゆくまで戯れるがいい。全力を尽くすのみだ。イカルガさんとカツネーのためにも頑張るよ。うん、この試合に勝ってみんなで楽しい旅行に行こうよ。皆さん、イカルガ、あたいたちも負けず。しまった。はい、我もしかと見ているぞ。ワンダフルだったぜ。ささやかなプレゼントは楽しめても。ええ、お気持ちは伝わってまいりました。ありがとうございます。では最後のプレゼントをあげよう。それはこれだ。みんな黙っていてすまない。ミスター K の正体は俺だったんだ。
だと思ってました。なんだと、なんだとと言われても、まさかバレてないと思っていたんですか。これでは俺の立場が。半分泣いていたな。キリア先生のあんな顔初めて見たよ。本当ですね。よかった、最後にイカルガさんが笑ってくれて。え、この大会は泣いたり笑ったり本当に忙しかったし、だから最後にイカルガさんの笑顔を見られてよかったなって。そうですね、本当にいい思い出になりました。私もです、イカルガさん。ああ、楽しい大会だった。ひばりも、私今日のことは絶対に忘れません。選抜メンバーのエロ担当になれるようにこれからも精進を続けることを誓います。イカルガ、はい、この大会で終わりじゃないぞ。卒業までの毎日を目いっぱい楽しもう。これは二人の約束だ。え、いい笑顔だ。というわけで、もみもみもみ。なんですか。お前だけとびっきりの笑顔なんてずるいぞ。あたいも最高の笑顔にさせてくれ。それもみもみもみ。やめてください。二人のこんな姿ももうすぐ見られなくなっちゃうんだね。寂しいな。おう、でもその寂しさを吹き飛ばすような笑顔で行こうよ。はい、大賛成です。もみもみもみそれ、もみ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 、裏若き少女たちよ、本当にお疲れ様でした。
あなたたちが頑張ってくれたおかげで今回の P1 グランプリは大いに盛り上がったわ。君たちの奮闘ぶりに見ているこっちまでびっしょびしょになったよ。き、あそこっていうのは顔、顔です。顔が汗と涙でびっしょびしょになったよ。それならセーフです。 PBS はとても楽しかったです。参加できたことを感謝します。そうだね、いろいろあったけどいい思い出になったよ。満足してもらえたようで私たちも嬉しいわ。それでは閉会式の準備を。ピンポンパンポーン。ただいまをもちましてピーチビーチスプラッシュは終了となります。ん？いきなりなんだ？閉会式はこれからだよ。ダメだって、終わりはビシッと締めないと。ピーチビーチスプラッシュ終了に伴いこの島はこれより永遠に封鎖されます。なんですって？この島を永遠に封鎖、どういうことですか？もしかして私たちは帰れないってこと？それは困るぞ。私たちには忍びの仕事がたくさん来ているんだ。 PBS には何か裏があると思っていたが、とうとう動き出したようだな。ようこそ永遠の楽園へ。
やはりそう。難易度あり。やはりそう。難易度あり。やはりそう。難易度あり。やはりそれ。難易度あり。やはりそれか。やはりそれ。難易度あり。やはりそれ。難易度あり。やはり難易度あり。やはりそれ。難易度あり。やはりそれ。難易度あり。やはり難易度。やはりそれ。難易度あり。やはりそれ。難易度あり。衣装を選んでいただけるのですね。どうでしょうか。似合い。どうでしょうか。どうでしょうか。似合いますか。どうでしょうか。似合いますか。奈々君に繕ってもらいたいのだろう。